チャールズ・オット・オプース・ジュニアは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、モンマス郡、ラムソン出身のシンガーソングライター。2014年にラッパーであるウィズカリファの楽曲、CU Again で共演を果たし、映画、ワイルド・スピード・スカイ・ミッション主題歌に起用され知名度を上げた。また、楽曲、マービン・ゲイで、メーガントレーナーとも共演。2016年1月29日にデビューアルバム。 ナイントラックマインドを発売した。2018年5月11日、セカンドアルバムボイスノッツを発売した。2019年8月21日、シングル I Won't Myself を発表。2020年6月25日、シングルガールフレンドを発表。父は HBO のコマーシャルを作った音楽教師である、父親はカトリック教徒で、母親は ユダヤ教徒である。また、彼には、スティーブンという弟とミカエラという妹がいる。彼の右眉毛は、ファッションとして剃られていると思われがちだが、彼が2歳の時に犬に噛まれてできた傷跡である。プースは4歳からピアノを始め、絶対音感を持っている。グレード6には、自主制作した、ハバメリー、チャーリークリスマスを近所を回って、売り込み600ドル売り上げた。 2010年にラムソンフェアヘブンディージョナルハイスクールを卒業2013年にはバークリー音楽大学で音楽制作と工学を専攻し終了した2009年9月にチャーリーズベラックスというタイトルの YouTube チャンネルを開始しコメディのビデオやアコースティックカバーを投稿した今までにワンダイレクションやシーやザ・ウィークエンドなどの楽曲をカバーし YouTube に投稿している。2010年、プルースは彼の最初の曲、テーゼアレマイセクシーシェーズのミュージックビデオをリリースした。12月10日に彼は独立したリリースである彼のデビュー長編、ザオットチューンズをリリースした。2011年に彼は、ペリッツ・ヒルトン、キャンユー・シングが主催するオンラインビデオコンテストでエミリー・ルーサーと共演したアデルの サムアン・ライク・ユーのカバーで優勝した。同年、有名司会者のエレン・デ・ジェネレスは、アデルのサムアン・ライク・ユーのパフォーマンスを見て、彼女のレーベル、アレビナ・レビンで二人と契約したことを発表した。また、彼は、エレンの部屋にて、レディ・アンテベラムのニージューナウのパフォーマンスをした。2012年12月、エミリー・ルーサーがボーカルとして参加した、ブレイク・アゲンをリリース。 そのミュージックビデオは直後に公開された。彼は2012年の暮れにアレビナ・レビンとの契約を打ち切った。2013年10月23日、独立したセカンドアルバムエゴをオンライン上でリリース。2014年にはプロモーションシングル LUV をリリースした。また2014年、彼はピットブルのエースアルバムグローバリゼーションの収録曲である。 セレブレイトを強作した。プース・アット・ストリート・ジーン・スール・ディシュリュー・バルーン・フェスティバル2015・イン・2015-2015年の初め、プースはアトランティックと契約し、以前の楽曲は iTunes から削除された。2015年2月、プースはメーガントレーナーとフィーチャリングしたデビューシングルマービン・ゲイをリリースした。マービン・ゲイはニュージーランド、アイルランド、イギリスにて、 チャート1位を獲得し、全米シングルビルボードホット100において最高位21位を記録した。ブースはウィズ・カリファをフィーチャーした、シーユー・アゲーンを発表した。この曲は、ワイルド・スピード・スカイ・ミッションに出演した、ポール・ウォーカーへの賞賛の歌であり、フューリアス7サウンドトラックに収録された曲である。シーユー・アゲーンは、全米シングルチャートビルボードホット100において12週1位を、 記録した。また、同年のグラミー賞では、最優秀楽曲賞、最優秀デュオグループパフォーマンス賞、最優秀ビジュアルメディアソング賞の3部門にノミネートされた。2015年3月にリリースされた、メーガントレーナーのディアーフューチャーハズバンドのミュージックビデオでは、カメオ出演を果たしている。プースは、同年5月1日に EP サムタイプオブラブを、 6月には、リル・ウェインとのコラボレーション曲 Nashing Bad Trouble を発表した。2015年8月20日、プースのメジャーデビューアルバム、ントラックマインドの予約が開始され、それに伴い、このアルバムのセカンドシングル、One, Call Away がリリースされた。One Call Away は、全米シングルチャートビルボードホット100において、最高12位にランクインした。 またタイガタイドラ・サイン、カントリーミュージシャンのブレッド・エルドリッジ、メキシコ人歌手のソフィア・レースとコラボした、ワン・コール・アウェイというリミックスも公開された。ブースのデビューアルバム、ナイン・トラック・マインドは2016年1月29日に発売開始され、全米アルバムチャートビルボード200では6位に達した。アルバム収録曲の、We Don't Talk Anymore は、 全米シングルチャートビルボードホット100において最高級位にランクインした。プースは2017年4月21日にセカンドアルバムボイスノーツのリードシングルとしてアテンションを同10月5日にハウロングをリリースした。アテンションは2016年夏の来日中メロディーが浮かんでできた曲だと出演したラジオで語っている。彼は ワンダイレクションのリアムペイントシングルベッドルームフロアを共作しバックグラウンドボーカルを務めた。また2018年ラッパーの GEG とソバーでコラボした。また同1月5日ボーイズツーメントのコラボ曲でボイスノーツ収録されている l e a v リーブメナウをリリースした。2018年3月15日ボイスノッツのサードシングルとして ケラーニを迎え、同胞目をリリース。同月25日には、ジェームス・テイラーをフィーチャリングした、チェンジを発表し、前日の24日に、ロサンゼルスで開催された、10期生を訴える、大規模更新、マーチ・フォー・アワー・ライブズのライブで、初披露された。ザ・ウェイ・アイ・アムがアルバム発売に先立って5月3日に、公開され、5月11日にセカンドアルバム、ボイス・ノーツをリリースした。 EP ビデオアルバム客演参加プロモーショナルシングル、その他、アルバム参加曲主演共同主演客演イルミネイト、ワールドツアー。ありがとうございます。